ただいまより税理士本試験、えー、昭和26年から始まりまして、第67回目の財務諸表論、えー、後ろに書いてありますが、回答速報会を始めます。えー、担当ははック講師の並木です <laughs> です まずは、代表だけっていう人はね、12時半からということで、ちょっと寝坊ができたりして、でも、簿記論からっていう人はね、もう今日は、今は精神で持ってますけど、精神力で持ってますけど、もう家に帰ったら額ですね、2時間、2時間集中してくるわけですから。 こののの集中力たるもも相当な在表、えー、だけっていう人もね今回の理論が大変でしたよね読むのが。ということであのいくつかの,あの回答を正確に私もちょっと先に行ってきます今私が講義をしているのは、まあ、先にね本当にお疲れ様でしたということで。 最後にも「お疲れ様でした」っていうのを言うのを忘れちゃうといけませんから本当にお疲れ様でした、えー、正直言いますとあの材表が終わったのが、えー、12時半からですから2時半で私もね問題を入手したのが3時ちょっと過ぎといっても問題見たのが3時半ぐらい、えー、現在17時50分くらいということですね。えー、ですから 詳細に全部見ている時間はありませんでしたまあその中で一応問題用紙の中に回答を丸付けたんですねただそれを正確に今言うと今日いい一日を迎えられなくなります私の意見と違って私がうっかり間違えていたりするとねそれもまた気になってしまう私も詳細に読んでる時間がありませんでしたまあそういう中でですね 回答速報会を実施しているということを知っておいていただければと思います理論なんかはねこういう答えでいいんじゃないかとかそういうことは答えられますけどね理論というのはあの最近ね試験の先生が会計基準とか企業会計原則の丸写しっていうのをあの記述問題ですよ作文ですねこれあえて避けてるんですね受験生の考え方を問う だから100人いたらら通りの答えがあるってやつですねだからそんな形でですね、えー、話を聞いていただくとあ自分は多少こんなこと書いてあるから、えー、5点中5点だったらあ二23点になってんな合格です、えー、理論は平年ですと50点満点1問2問ですね50点満点中20点で合格と言われてます。 で計算が30点で合計50点でボーダーラインと言われておりまして過去の検証でもね自己採点ゆっくりやってみたら50点ぐらいは取れているという人は合格していて「先生45点でした残念だね残念だったね」って結果論ですけどねまあそれでも受かっちゃったなんていう人がこれは自己採点が厳しい人ですね。ですから50点取れても 特に理論の採点が自己採点が甘い人はその逆転が起きるかもしれませんけどしかしながら今財表の回答速報会ですね財表というのは比較的ですね自分の予想が当たりますしかしながら今お疲れの中でねしっかり回答を言わない中で聞いたものは曖昧で今日はそんな厳格に考えずに 体を休めていただければと思いますということで回答総公開が始まるとでちょっとレックの宣伝をしておかないと怒られちゃいますから13日日曜日お昼ごろなんですが、えー、徹底検証会というのがあります、えー、徹底検証会というのは一体何なんだとは言ってもあの徹底と言ってもですね言葉としてかっこいいから徹底なんですけれどもあの理論の記述というのは例えば レックのスタッフがこぞって理論の回答これが回答じゃないかって一生懸命書くわけですしかしながらですね試験員の先生が12月に公表されるの知ってます出題の意図コメントっていうのがそうするとね意図が違ってる時なんですねだから多くの回答速報が出ますんだみんな意図外してんじゃないかってねだから徹底とは言っても 自分が思っている回答の方が正しい場合があるかもしれません問題から汲み取るですねだからそんな形でですね、えー、徹底検証会に出席されて答えを見た答えその時には完璧に作って完璧っていうかね回答例として作ってありますでそれもね、えー、合否を決定的に決定するものではないという形で、えー 考えていただければと思います。しかしながら、今日回答速報会はね、ちょっと曖昧な時間のないところで一応やっておりますので、えー、曖昧な中で聞いていただければと思います。その代わり13日にね、回答を全部できたもの、それを配布物として配りますので、それを見て、また再度、ちょっと正確な解説をしたいと思います。で、材料はね、レックでは、 昨年私財表を担当ししておりました、えー、だから最後の回にですね最後の回っていうのはレックの講義ですと最終回の当連の日に当連の解説をしないで私は山当てをやるんですねで山の当て方はどうしてるかそれも解説して50分徹底して山当て、えー、結論を言います。 あのこの山手っていうのはまた自分が何を書いたのかこれ山っていうのはレックの山私あのちょっとね出版社の人に頼まれてこれ写してなんて言われたんでこういうのが雑誌なんですね会計人コースっていうのはこれ67回税理士験ファイナル大予想これ理論当たるとすごく大きいですね。 そしてすごいタイトルがあるんですよ、ここにちょっと拡大しちゃおうかな、母材溶けるはずだったを絶対溶けるに変える並木塾って <laughs> あ、あ私、並木と申しますので、ね、ぜまた自己紹介したりしてねで、これ、8月号、これ、恒例なんですね、何かというと理論、簿記論代表の山当てをするわけです。 えー、そして今、自分が書いたところを下を向きながら見つけているわけでして、えー、連載最終回、あ冒頭のあ、17ページ、縁起いいなあ、僕の誕生日17日なんですよ、<laughs> たまたまですけど、あのこれ、レックでね、やってるのと同じですからね、あ山は、これ、簿記論代表の計算の山なんですね。 だから募金論の時に、お結構当たってるじゃないですか、なんて言って、ね、自慢したんですけど、えー、そして、えー、最後に、私的な本年度の山って書いてね、えー、そして、えー、前半が募金論で、後半が募金論、あ財務諸表論、で見せたかったのがこの財務諸表論で、これを見た人がもしいたら、まず最初、今日は何しようかと思ったかというと、謝ろう。 もう第一の山、収益の認識しかない。もうこれが出なかったら、責任を取りたいぐらいのことを言ったんです。すみません。責任取りません、えー。しかも、ごめんなさいですみません。ごめませんい、えー。すみませんで、ごみません、えー、すみま,ませんで、済ましちゃいます。しかし見てください、この2番目。キャッシュフロー会計と利益概念。出てますよね。で、しかもね、 どこを勉強すするかまでで全部書いたんですよだからこれはだたいね平年毎年半分当たるんですで半分はずれんですだからあの個人的には自己満足でいうとあのまあ半分当たったかなっていうねでこれをねあの付録なんかで問題作ってね提供しているわけですで結構ね同じ問題出たんですね選択問題のしたしたのなんか結構お良よかったなみたいなね えー、その他見せません外れてるから、えー、最後の日産除去債務は書いてあるんですけどねでも「日産除去債務」もキャッシュフローですよね、えー、そういう問いで行ったんでまあ多少良かったかなと思ってねあの昨年がね当たりすぎちゃってで一昨年はね2問とも当たっちゃったんですよちょっとそういう話からいかないとお疲れの時にね、えー、面白い話なんですよ2年前ね1問2問問題の中身まで 最後にやっったたた問題が当たったんですよそしたら運メーターががと下がっったたたんですね当たったから運を使い切っちゃったんですそしたら帰りの電車がケーブルが切れてこと止まってですね、えー、家に帰れなかったんです <laughs> だから今年は半分ぐらいのや当てとこうっていう <laughs> これは意識的じゃないんですけどまあ理論というのはそんなもんで、えー、面白いもんですね。ただ ここで、この辺で回答,しない回答速報会やらないと怒られちゃいますから、財務省評論のお持ちの問題を開いていただいて、これ、私、講義するときに必ず言ってることがあります、あの試験の話なんですけど、答弁をやるときには、必ず答案用紙をざっとめくってくださいと。 その後に10秒以内でちょっとめくりにくいけど問題をざっと見てくださいとそれでね感覚的な時間を頭の中で内的な時間ですけどね配分をしてくださいとだから理論を50分から今年はってねだからそのつもりで計算に1時間10分かけるとかね今年はねちょっと例外的に10秒ぐらいで問題見てると すごく僕びっくりしましまた僕も受験生に言ってる通り同じことをやったんですよ問題入手してそうしたら理論が一問目めくってもめくってもまだ問題なんですねでもね事前に答案用紙見ていたからちょっと安心なったんですなぜかというと答案用紙は必ず1枚なんですということは答案用紙を見ておいたから 問題ほど記述量はないないいっていうことでえねそこまであの終わった後の試験で言う必要はないんですが、まあ、結論から言うとねあの問題量ほどボリュームがなかったと。で今解き終わっているからあの今聞かれている方はよくわかっていると思いますけどねなんだよ選択問題ばかりじゃないかってね、えー。従って結論から言っておきましょう。そのために今日 もうお疲れの中来たんですから、えー、個人的にですねこの1問2問合わせて50点満点ですがいい人で256点だと思います30点はいかないんじゃないかなと思うこれ全国的に点数であの予想してね、えー、これいろんな人から連絡ありましてでまた先ほどお見せした受験雑誌のね ツイッターがありましてねそういうのがものすごく参考になりまして理論ができたかできないかってちゃんと送ってくれるわけですね、まあ、つぶやいてくれるわけですとできるようで選択間違えたっていう人が結構多くてねだからそれを想定するとできた人で30点弱で普通の人で合格点は20点ぐらいじゃないかなと思います。 あの記述問題は何とも言えないんでねそんな形で結論ですじゃあ第3問まで解説できませんから第3問は久しぶりにね初めて問題がなかったんです商品券引き当て金とかポイント引き当て金とか資産除去債務なのに造作とか造作他人の建物を借りて改装しちゃう喫茶店にしてしまう 元に戻すときに、これは資産除去債務になるなんていうね、すごく、これ、会計基準委員会のホームページの適用指針にあるんですね、例題が、それをそのまま使っちゃった、受験生、なかなか見てません、私は講義でやったつもりなんですけどね、しかしながら、そんなの忘れちゃいます、1月、2月にやったことなんかなんてね、そういう問題が今回はなかったんですね、目新しい問題が。だから、 あの比較的計算が素直だったかなと、ですから計算で頑張った人、これがだいたい頑張った人で三十点から三十五点、普通の人は二十五点から三十点、するとやっぱりね財票で言うと平年並みの五十点がボーダーラインかなと思います。だからどういう自己採点をするかは理論の記述問題がねさっぱり 点数がわかりませんけどね、えー、一つ言えることがありますよちょっと厳しいこと言いますが白紙はゼロなんですよで、どんなダサいこと書いてもマイナスはないんですだから書いてやれば期待してください1点をあの書かない人と試験の先生差をつけてくれるそうなんでねだからここにいらっしゃる方が一行でも書いてあったらねちょっと自分得したなと思っていただければと思いますその中で中身について答えを言わずに 簡単な解説をしていいいきたいと思います1番の1これはね毎年いやあの今年ね私の第一のが収益の認識だったんですよ。売上高はいつ認識するかこれすごい今話題性があってね収益の認識に関する会計基準が出てきそうなんですよ。だから山にしたいんですよ。じゃあこれが出るとしたら これは当たったんですよ。損益計算書原則の穴埋めがありますよね。全ての費用及び収益はその手術収入に基づいて発生しってね。これは発生主義ですよね。え、原価償却。固定資産は過去の手術を配分して当期の費用にする。文房具類は当期払った分を当期の費用にするから現在の費用、手術、費用。引き当て金は将来の手術を 早めに費用にするから未来の費用将来の費用支出を費用にするあ,あ発生主義じゃないかってね、えー、ですから、えー、これが発生主義、えー、過去にね収益の認識費用の認識が出る冒頭の問題は必ずこれって決まってるんですねでもあの今回ねキャッシュフローと利益まあいい意味で当たってくれてよかったな っていうことですね。だこれはすごく有名な原則なんでね、えー、できたかできなかったかは人それぞれなので、えー、企業会計原則は最近読まなきゃいけないなっていうのは常に感じていることなんです。えす、ー、べての会計基準がね、企業会計原則、昭和二十四年七月九日にできた企業会計原則がですね、元になって二十五年から三年連続一般原則が出たようにね、えー、すごく大切な原則。 それから2番キャッシュフローに関する理解ができているかどうか利益が備えている特徴がうえを最も適切なものを選べ最も適切2番目に適切じゃダメなのか昔こんなのありましたよね 2>, 2番じゃダメなんですかって。<laughs> 知ってる人は知ってると思いますけどえーそれと同じようにね2番じゃダメなんですかこの回答はってだから答えは言わないことにしますがあの企業の一生で考えた場合はですねところが我々はこの問題全体に通じて死刑の先生が言いたいことは我々は。 会計順ででうと企企業業は永遠に継続する継続続すするのねだから別名会計機関の標順だから一会計機関の利益はどうかでも100年続けばそれぞれ相対的真実性原価償却の方法が定額法でも定率法でもその時の利益は違っても100年間の合計の利益は一致するんだっていうのが キャッシュフローと利益概念の考え方なんですね。で、それを踏まえて。細かい問いを作っているっていうことになります。だから、ここでね。そんな点で。利益の損額がキャッシュフローにどうなのこうのって書いてあるわけですよ。え、それをどれを選んだかって言うのはね。え、なんとなく文章から。え、一番適切なものを。選ぶということで。えー。もし。あの。 正確な答えを知りたい方は申し訳ないです13日以降来られなくてもネット上で回答はまたいろんな回答が出ますからねそこで見られますので、えー、それをあのでで大前提にして問題が作られていると。じゃあこれ半分当たってるって言えば当たってるんですけどこれ3番目の山でね今年ね 有形固定資産関係の原価償却関係の問題が出るんじゃないかって山にしたらこんな形で出ちゃいました。原価消却にかかるかるら最なんてね「残存あの」あだけちょっと言えますね。残存価格を高く見積もれば対応年数にわたり計上される原価償却費の総額は大きくなる。 もうね見ただけで「そんなわけないじゃないか」って <laughs>。っていうようなことでねあのこういうこの手の問題は切り捨て法でいくといいですね。えー、そんなわけないじゃないかって言ったのを切り捨ていくと残ったのが正解ということになるわけです。あのこれね先ほど言った利益と同じようなことが通じます。減価償却っていうのは仲介の企業会計原則の仲介の中の二重で定額を定律を給数法生産高比例法。 特別なもので取り替え法が実務の中に監修として発達したものの中で要約されたものですねだからどれを採用しても相対的真実であるとところが対応年数過ぎたら減価償却の額は同額になるわけですねだからどれでもいいですよということを認めてるわけですだからその点を踏まえてこの問題を読むと答えが見つかるということになりますね えということで急いでどんどん行っちゃいたいと思います。今どこまでやったんだ有形固定資産アイウエオえが3番だったので4番ですね。現行の会計基準にかかわらずかかわらずっていうのがいいとこですね。無視して えー、焼却性資産を取得直後に自家評価するってことこです、ねえー、まあイメージとして高くなったとじゃあその場合には、えー、再評価することが許容されているという前提でその母価を切り,下げたと切り上げたとするとだから自家評価をまあ1億円で買ったものを1億5,000万円にしたみたいなね、えー、この時 当該資産の消却が完了するまでに計上される損益に関するっていうことでねあの損益全体でいうと同額になりますねその時評価益出ますからでもその後に減価償却費が多くなるでしょだからプラマイゼロになりますよねそんな点を踏まえて読めばよろしいという問題ですねですから消却性資産というのは 価値を高くすると将来の費用は費用性資産ですから費用が大きくなるということですねだから1億5,000万円分が費用になるってことですえところが有価証券のように売却を予定していないものを自家評価しちゃったら売却するまでは永遠に利益だけが残ってしまうとだから資産の分類覚えてます大きく2つに分類すると家計制資産と費用性資産だ費用性資産はね 一旦価値を高くしてもその将来の費用を配分することによって高くなった利益も最終的には費用計上されてしまうということですねで曖昧なことを言って括弧5番払い出したんだって今更平成19年に廃止されたトイレ先出しをなんか出してどうすんのよっていうね。 好きなんですよね試験の先生ね後入れ先出し書が。でこれポイントはねあの価格が上昇気温にあるか価格が下落気温にあるかで売上減価の問題たくさん聞いてますよね。これね募金検定の3級とか2級ね後入れ先出しはもちろんありませんけど今聞かれている方は答えを導き出すときには商品有高帳があります。 商品有高帳の払い出し欄の合計が売上原価ですよね。と上昇気温にあったら先入れ先出しは上昇気温という低い金額になりますよね昔の金額ですから後入れ先出しはその逆になりますよねだから商品有高帳を頭に入れながら問題を解くと答えが見つかる問題になるということになります。 でも今さら後入れ先出しょうわって一言ちょっと言わないと気が済まないので言わせていただきましたそれから6番これは記述問題ですねこれが自己採点ができない問題ということになります現金収支余剰をそのまま企業活動の成果と見るのではなくなんじゃこれはと現金収支余剰あの現金が入ってくるキャッシュインフロー出ていく キキャャッッシシュュアウトフフロロー合わせてキャッシュフローでそれが余剰ということは、えー、簡単に言うと1年前より今年の方が利益あの現金が多いとじゃこれを企業活動の成果と見るのではなくて全部利益ではないとこれ一会計期間で言うとね売り書金の解消があっただけで現金増えますからね、えー、期間配分の手続きに基づき経営成績を捉える理由を 見るのではなくつまり余剰をそのまま利益として捉えないその理由を原価償却の手続きを例として説明しなさいとだこれねあの記述してあれば正解あの点数にしてくれるんじゃないかっていうのはあの原価償却の特徴というのはあの自己あの効果というのは自己金融効果とか流動資産固定資産の流動化とかありますよねそれよりもね。 この問題は一番冒頭にキャッシュフローと利益概念でしょすると、試験の先生が想定している回答というのは、原価償却費はこんな言葉があります。非現金支出費用。現金が出ていかないけど費用となる。それが触れられると、現金収支余剰が即利益に結びつかないということが説明できるわけですね。だから、現金の 余剰がどんどんあって減価償却計上したら利益どんどん少なくなりますよね。でそういうことが減価償却の性格を通じて説明してある回答は満点じゃなくてもだからどこにも書いて回答が書いてない回答なんですね。えそれをどのぐらいかっこよく書けるかはその時の頭の冴え次第ということになります。で僕が今言ったのは僕が感じた回答です。 これはいろいろろな回答が世の中で出てくるかと思いますですからその時にね白紙にしないで何とか努力しようとした人が1点2点もらえているかもしれませんね。それから2番クリーンサープラス2年連続ですよね。クリーンサープラスの1番の関係これは省略させていただきます。 クリーンサープラスはもうご存知でしょうね個別財務所要上は当期純利益と株主資本の増減額が一致するということですね。連結上は純資産の増減額が包括利益と一致するということですね。それを踏まえて問題が読めれば正解を導き出すことができるかもしれないというね。それが ② え3ページ目ですね。何を資本取引と見るかはクリーンサープラス関係株主資本の増減が個別財務指標純資産の増減が連結財務指標、えー。ということはクリーンサープラス関係というのは資本取引が前提となるということになります関係を保つために。だから資本取引じゃないものを見つけるっていうことに気がつけばすぐ答えが見つかりますね。 社債は違いますよね社債権者との取引ですからね資本金を増減させません103括弧え当期純利益にかかるクリーンサープロトス関係を損なわない取引として最もここでねすごくねこの問題がね一文に引っ掛けがあるんです。当期利益って書いてあるんですよ。当期純利益って個別財務所有の終点でしょ 包括利益だったら為替換算調整勘定入るけど包括利益その他の包括利益累計額ね包括利益ところが為替換算調整勘定というのはね連結子会社上の資産を全部決算ビレーと CR カレントレートじゃなくて本当はクロージングレート負債を全部クロージングレート純資産だけは取得時のレートだから 取引レートトヒストリカルレート HR ですねその差額が為替換算調整勘定ですね外貨にする円建てにすると一致しなくなるこれは連結上のみですよね連結子会社がある場合のみだ当期純利益じゃないわけですすると何が答えかっていうのは何となく見つかるということですねだからこれはあの最初の冒頭の当期純利益が見つかれば答えが書けると、えー、遅くなっちゃうのでどんどんいきます 4番本来であれば経費としてするべきものを剰余金の分配どうしたなんじゃこれはって聞いたことも見たこともないと私だけが知ってます、うん、あのね昔役員所与は、ね、すだから当期純利益が出ないと役員は所与がもらえないんですだから 本来経費とするべきものを剰余金の分配としたでも今は役員剰与は従業員の報酬と経済的実態が同じだから費用としてますよねでそれが分かってますかってで利益が費用が大きくなるか小さくなるかっていうことを聞いてるわけですそれは剰余金の分配にしちゃったら費用は小さくなりますよねええー、本来は費用とするべきものを当期純利益から配分しちゃってねえー、っていうようなことが読めるかどうかということで難しい表現で これを単純な表現に直しちゃうと非常に簡単になるとで最後にその他有価証券を例としてリサイクリングとはどのような手続きこれは知ら覚えてないと書けませんよねリサイクリングっていうのはこれもう連結上の問題ですよね一旦その他のその他有価証券評価差金の増が売るつもりの有価証券をねプラスにしておいてその他の包括利益ところが次の年売れちゃったらゼロになっちゃいますよねマイナスになっちゃいます だから中期でで対応するっていうことでするとこねだから損益計算書の売却損益になってるから中期の方で売却したために減少しちゃったんだっていうことを書くことをリサイクリングというようなことが触れられていれば点になると忘れていたらねどのぐらいかけたかによってねもうこれこう3点だったら1点拾えれば十分かなとこれが仮に0点になっても合計に影響ないと思います。最後のといって大体みんなそうですから 白紙になっていたとしても、合気にあんまり影響しないと思いますので、で、第2問へ行きます。え、第2問の資産15債務の穴埋め。え、これはね、下に語軍があるから入ります。勘で。え、通常は結論の背景は入りません。だからこれは解説、すいません。省略させていただきます。もう家に帰ればすぐ答えが見られます。え、それから2番。 資産除去債務に該当しないものを選ぶこれも勘ですねでも資産除去債務が会計基準になったのは原子力発電所なんですよねこれは除いちゃいけませんね、えー、ということでね期中で資産除去債務が出てくるものは除けばいいということなんですね終了時点のものだけが資産除去債務になるだから割引計算ができるということですねすると答えが見つかるんじゃないかなと思います それから5ページの3河川 A に関してこれ難しいですね資産塾債務の,測定,値の属性を基礎測定値の属性の基礎についてなんてもうそこだけで意味が分からんっていうことになっちゃいます、えー、自己支出の見積もりという考え方それもう一つの考え方があるかってねあのこれは通常の資産塾債務のほかにねさっき造作なんて問題があったんですね。 それについて気が付かないとこれ記述できませんだからこれは会計基準を読むと出てくるんですけれども会計基準を暗記している人はいませんしたがってこれはね適当なことを書くか書いても点にならないので合否に影響ないと思ってください僕はパッと浮かんできたのは先生だからです四番へ行きます資産除去債務の会計処理にはもうこれ伝統的にありますね 資産負債両立て処理と引き当て金処理ですねそれを踏まえて、えー、対応していただければ何とかなったのかなっていう問題で問いの2へ行きます、えー、キャッシュフローの見積もりの変更に関する調整の方法として基準ではレトロスペクティブアプローチこれね基準ではね本当はレトロスペクティブアプローチって呼んじゃいけないんですよレトロスペクティブ方式って呼ばないとね <laughs> アプローチというのは財務報告基準イファーズなんですねそして方法じゃなくてね途中で3行目これ方式って呼ばなきゃいけないでも試験ですから神様ですから、えー、そ,れぞれどんなそれぞれの調整方法としてどのような方法が採用適用されているかこれねレトロスペクティブだとかキャッチアップだとかプロスペクティブそういう言葉がね知ってる人は文章になるんじゃないかなと思いますすいません えー、適当な答えで、えー、それから二番、えー、上記の三つの方法アプローチの中で基準が採用したっていう方法ですね。えー、これいろんなことで対応人数の変更とかね、減価償却方法の変更とか、えー、棚卸しさんの評価の方法とかね、それによってレトロスペクティブにするか、キャッチアップ当期に全部処理しちゃうか、将来にその影響額を反映させるか。 とというようよなことがあります資産除去債務に関してはその変更があった場合にはどうしてんのかっていうことを普段の仕分けから知っていれば過去に遡らないっていうことが思い出されるかと思います。とプロスペクティブっていうのが会計上の、ね、回答とということになりますそれが触れられた回答であるならばよろしいんじゃないかなと思います。で計算問題は最初にね時間がなくなるから言っちゃった通り。 一番難しかったのが会社名を読むこんでしょうね29 <laughs> これが僕にとって一番難しかったです。あとは時間の限りどのぐらいかけたかによってだから「願いましょう」終わった後に限りなく30点に取れてる近い点を取れてることえ、どのぐらいかけたかでね採点箇所次第で点数変わりますので。 えですから、理論の出来次第で採点箇所変わるかもしれません、まあ、そんな形で今日の回答速報、えー、聞いてね、あんまり気をもまないで、あとはゆっくり休んでいただいて、長い3か月ですけどね、そ、えー、表、まあ、その50点ぐらい取れてるかなと思ったら、楽しんで楽しみに回答日まで待っていただければと思います。それれでは大変お疲れのところ回答速報会に出てきていただいてきい ありがとうございましたこれにて回答総合会財務諸協論を終了いたしますお疲れ様でした